はい、こんにちは、下川チャンネルです。本日はこちら、200円ガチャということでね、まあ大当たりがガイネクストの宿で、まあ他にもギャリベータ、バッドブランド、ボルメテウス、ブラックドラゴン、ミラクルスターなどなどが当たる200円ガチャなんですけども、普段ね、私たちは関西の方に住んでおりまして、関西圏のねガチャやらオリパやらをよくやってるんですけども、今回は違います。こちらはなんとフルコンプ新宿店さんのものでして、でね、相方のね下が東京に行く機会がありまして、その際に買ってきてもらったガチャになります。ということでね、まあ5パックとちょっと少ないんで当たりが出るかちょっと怪しいですけど、今回はこちらを開封していこうと思います。では1枚目、バトルトラップはイバーンで、ブルーザードラゴンで、ネットグレンニャーで、はい、クラッシュアームと卓球。なるほど、多分真ん中が光り物っていう感じなんですかね。では続いて、フジヤマンのコロコロ、そしてリク。なるほどね、はい、じゃあこちらがケングレン王、そしてラストは、はい、ブリンチャージャーで、ラストじゃなかった、裏返ってた。でラストは、はい、マッハルピア。まあまあまあ、この辺はまだ外れ枠っぽいですよね。続いてキノコアラ、そしてアンモ、はいはいはい、そして3枚目がマグヌスグレン王で、フレフレピッピー、かわいいな。そしてラストがこちら、おお、ブルースデッド。まだまだ当たりとは言えないでしょう。お願いしますよ、シモ。おって言ってたら、これ見えますかね、真ん中だけスリーブに入ってるんですよね。いや、これラストに見えないとダメでしょう。ケーニッヒ、カツ丼号、3枚目がトーパズ。なるほど、そして4枚目、お見えてしまいましたね。で4枚目はシリアンビーティスで、ラストミラクルスター。シボさすがビギナーズラック、ナイスですね。これはミラクルスターが当たりましたよ。200円5回なんで1000円ですからね。まあ、1000円でミラクルスターって全然普通にショップで買うより安いぐらいですからね。でラストはスリーブ入りは何もなしですね。ステーロ、トーブ、ジャガード、見えてしまった、トッパルピア、そしてトロワチャージャー。なるほど、はい、ということで今回はフルコンプ新宿店さんの200円ガチャを5回シモが回してきた結果、なんとミラクルスターが当たっていたという結果でした。いや、まあこれは全然ね、まあ1000円ならトントンぐらいなんですけど、いや全然いいですね、ミラクルスターが当たるなら。まあでもね、その分ね、以前にフルコンプ新宿店さんの500円ガチャの方はね、まあ無残な結果でしたよ。はい、なんでね、まだまだこれでは取り返せてないんですけど、まあそれでも一つでも当たってよかったです。ということでね、まあ次回はね、私この川が自分自身の手で東京のねガチャやらオリパを回してみたいなと思います。ということでね、本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録&高評価ぜひよろしくお願いいたします。以上、下川チャンネルでした。東京待ってろよ。